はい、皆さんこんばんは。アストロカウンセラーの田原です。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は4月5月6月と3ヶ月分まとめた解説動画になるんですが、実はこの4月5月6月ってとっても素晴らしい上昇気流の運勢があるんですね。それを皆さんがどんな風に活かせるのか、活かしやすいのか、各星座解説していきたいと思います。でまたタロットも3ヶ月でどのような動きがあるのか、こう星っていうのは天気予報なので、この天気予報の中でどんなことに気をつけたらいいのかっていう心の持ち方も見ていきます。そして最後にオラクルカードも引きますので、ぜひ最後までご覧ください。ではよろしくお願いします。まず全体の星の動き、星の流れなんですけれども、この4月っていうのは星の動きこちらなんですが、まず4月9日に皆既日食があります。これはお羊座で起こる皆既日食でして、ものすごくパワフルなんです。まあ、日食って普通で言ってもなんとなくこう体調があんまり優れないなって思う方も多いんですけど、それなぜかっていうと、それだけ何か見えないエネルギーがすごく動いている、新しい始まりになろうとしているっていう時なので、敏感な方っていうのはそういうのを無意識にキャッチして、なんとなく体が今変わろうとしているとか、意識が変わろうとしているっていうこともあると思います。でこれはもう3月の20日以降少し感じ始めている方もいると思うんですけれども、やはりスタートっていうのは4月9日がすごく適してるんですね。ですので、おそらく3月の20日から4月9日までの間に何かしらこう心の準備ができたりして、よしじゃあやるぞって言って進んでいくのが4月だと思います。まあ、ちょうどね、年度も変わっていろんな状況の中でやっていきたいっていう気持ちがこうムクムクと湧いてくるような時だと思いますね。でもう一つ、この4月の大きな星の動きとして、4月21日に木星と天王星のコンジャンクションっていうエネルギーがありまして、木星っていうのは先生術ではとっても好まれている発展や拡大を示す、この、まあ、吉星って言われているものなんですね。私たちの何かやりたいことがどんどん発展していくとか、気持ちも楽観的になっていくとか、広がっていく、拡大していくっていうエネルギーと、あと天王星というのはオリジナルな能力を開発していくとか発展していく、こう特にそれが既存のものから新しいものに進化していくよっていう惑星なんですね。なので、何か今までの自分の古い癖や当たり前だと思っていたことっていうものを超えて新しく発展していくよっていうエネルギーがすごくあるんです。でこれがまず皆さんの感覚の中で起きてくると思います。で感覚っていうのは、まあ、五感ですよね。自分が当たり前だと思っているこの五感の中で、もしかしたらこれは可能なのかもしれないっていう、自分の中のこう決まりきった考えではなく、可能性というものをもっと開いていこうみたいな形になるし、実際それをこう宇宙は応援してくれてるっていう時なので、まあ、それが各星座によってどの方向で応援されてるかっていうのが違うので、それちょっと後ほどね説明させていただきます。ただものすごくこれはブレイクスルーできそうなエネルギーなので、とてもいいんですね。そしてさらに次5月なんですが、5月はもう5月1日から火星もお羊座に入ってくるということで、より一層スタートのエネルギーをものすごく後ろから押されているような形になります。5月の中旬っていうのも、もう本当に豊かなお祭りみたいな感じのエネルギーでして、とっても強い勢いのある流れだと思っておいてください。中にはもうそれがわーっと舞い上がってるとか、もう上昇気流があるみたいな、もうすごく波が来てるっていう感じのエネルギーなんですね。で波っていうのは本当にこう、それだけ大きな波っていうのは、何もせずに飲まれてしまうと、わーってこう自分がその中でぐるぐる回ってしまうみたいな感じがあるんですけど、自分がそれを意識して使いこなすぞっていうふうに意識することによって、ものすごい自分の力っていうものをその運勢によって押し上げてもらえるみたいなのもあるので、これはぜひね皆さんにね活用していただきたいんですね。この5月の動きっていうのが2024年の大きな転機になりますので、これぜひ自分の可能性を信じていい風に使ってください。でさらに5月の26日から木星というね、こう発展拡大のエネルギーが今度は双子座に入るということで、こうさらに流動的になる、動きが速くなる、コミュニケーションが活発になるっていう流れが起きてくると思います。もうこれがもう5月の20日以降、太陽がもう双子座に入ったあたり、もしくは5月24日以降、まあ、金星も双子座に入ったあたりからもうさらに流れが速いんですけど、まあ、とにかく5月っていうのはもう出だしから勢いが強い、そして中旬ぐらいっていうのはわーっと盛り上がって、さらに盛り上がったところから必要なところになんかエネルギーが流れていくっていう感じがあります。そして6月っていうのは
この5月に起きた流れを、まあ、どのように動かしていくか、どのように人と関わっていくかということで、コミュニケーションがとっても活性化するなという感じです。でこれは特に人との関係、関われば関わるほど得られるものがある、そこで感じるものがあるというふうになると思いますし、もしいや人付き合い苦手ですという方も、自分の中でこう思考がすごく広がっていく、あの勉強が進むとか学びを吸収できるということもありますし、ビジネスも流れ始めるということもありますので、まあ6月は本当に豊かだと思います。特に6月の6日が双子座で起こる新月なんですけれども、この新月ってね、普通新月って太陽と月がひっついてるっていう日なんですが、それだけじゃなくて金星という喜びや社交性や愛情っていうのもぴったりこの時ひっついていて、おそらく皆さんのこう4月5月っていうのを過ごした後に、こう何かしら自分の殻を破って出てきたもの、可能性というものが本当に手応えを感じて、嬉しいとか楽しいとか、とにかく喜びを感じてるんじゃないかなって思います。何かしらいいその自分の進歩っていうものを感じて喜んでるっていうのが6月の全体的な流れかなと思います。まあね、あのすごくいいことばっかり言ってるように聞こえると思うんですけれども、まあ、これがエネルギーをプラスに生かした時の、あの形ですね。でもしご自身が今本当に動けないんだっていう状態だったりとか、ちょっと気持ち的にそこまでついていけませんっていうような状態であれば、その周りがすごく早く感じたり、ものすごく強いエネルギーの中にいるんだと思ったら、そこに飲まれないように自分自身をしっかり保つっていう方法もありですから、その辺はですね、各星座あの細かく見ていきたいと思います。あともう一つですね、やはりこの動きが早くなる時っていうのは、そのもし何か問題があったとしても、その問題にずっととどまっておくということではなくて、何か流動的に動くことによって解決が見えていくとか、違う進展になっていくということもあるので、とにかく6月以降は、あ、動きが早いんだと、流れているんだということをあのご理解いただければ、いかようにでも皆さんの状況に合わせて活かせると思います。はい、ということでここから各星座よろしくお願いします。ではここから射手座さんのこれからの3ヶ月をタロットで見てみたいと思います。途中途中で星の話も挟んでいきますので、よろしくお願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。3ヶ月まとめてです。運命の輪、カップ、クイーン逆、鳳凰の逆、そしてワンド5の逆、そしてカップエース逆、カップ4、そしてカップナイト。気をつけることや対策はソードの8と、ソードページとオラクルは、はい、ペンタクスのページ逆です。なるほど。まずちょっと星の話ですが、あの冒頭にも申し上げた通り、4月の9日の皆既日食っていうのは、射手座の皆さんにとってはすごく、なんだろうな、こう新しい重たい扉を開けようとしてるっていう感じですかね。ちょっと重たくて今までなかなか開けられなかったとか、ちょっと勇気が必要だったっていうことを思い切ってグッと押してみる、やってみようみたいな、こう本当に新しい重たい扉を開けるみたいな、そんな感じです。なのでとても華やかなんですよね。ただあのちょっと彗星がまだ逆行していたりとかして、考えは行ったり来たりしたり、それが本当にいいのかなっていうことをちょっと感じやすいんですけれども、運勢としてはもう本当に人生が新しく展開していくよっていう波がもうこの4月に来ているので、どのような状況であったとしても、おそらくそれは新しい、あの、なんていうかな、流れなんだと思います。射手座の皆さんにとっては、どのような皆さんが状況にいたとしてもね。そしてまあカードで見てもやっぱり入り口が運命の輪ということは、まさにこの3ヶ月でこう新しい道が開かれるよっていうふうに出てるんですね。自分では本当に間違ったらどうしようとか、本当にチャンス来るのかななんて思ってたとしても、いや十分来ますと、というかもう来てますみたいな感じがあり、もう4月の特に9日が強いので、まあ、その前後っていうのはすごくその不安にもなりやすいんですけれども、でも確実にちゃんと自分の日常生活を整えていくための新しい扉が開かれていますっていう感じがしますね。うん、であとは自分が勇気を持ってそこの道に入っていくだけ、入っていくだけって言われてもどこ行けばいいのって感じかもしれないんですけど、あのとにかく運勢としては、
晴れやかで、とっても晴れやかで、どの扉を開いたところで新しい環境っていうのが待ってるんだよっていうのはだけを言われてるっていうことです。そしてちょっと先にお伝えしておきますが、4月の、ね、21日の先ほどのオリジナルな能力を発展させていくとか、新しい既存のものを超えていくっていうエネルギーに関しては、いで座の皆さんはね、生活とか労働とかっていうところにあるので、やはり日常生活のリズムが変わるんだと思うんですね。でそれがいい風に変わると思っておいてください。例えばずっとダメだダメだと思いながら暴飲暴食してた方がきっちり食生活見直していこうというふうになるかもしれないし、または時間の配分をね変えて朝方にしようとか夜方にしようとか、まあ、そういうのもあるかもしれないですし、何かね働くという自分が日常を過ごす時間が何か変わろうとしてるんです。でその変わろうとしてる中で4月っていうのは自分が勇気を持ってその扉を開けるんだよっていうふうに言われてるので、何が一番怖いのか、何に対して自分が恐れているかっていうのが重要ですね。まあ、中にはちょっと一番そのお仕事とかそういうのがすごく変わっていきそうな感じがあるんですけれども、中には対人関係において今まで人にはこういうことは言えなかったんだけど、4月っていうのは思い切って言ってみようとか、ちゃんと伝えてみようっていうふうにやって思いね扉を開いたら、すごい良かった、伝わったっていうこともあるかもしれないし、例えば SNS とかでも今までは顔出ししなかったけど思い切って顔出ししてみたとかですね、こんなことを言ってみたっていうふうにすると、すごくそれが自分らしさにつながったっていうこともあると思います。なのでいい扉が開いてるなっていうのが4月の動きです。そして5月ですが、5月は1日そう1日から火星というエネルギーがお羊座に入ってすごくバイタリティが上がるんですね。でこのバイタリティが上がるっていうエネルギーも射手座の皆さんはもう十二分に使えるので、もう4月に始まっちゃったんだから、扉開いたからもうあとは行くしかないっていうことでね、行きそうな気がしますね。ちょっとカードも絡めながら見ていきますが、まあ、今はまだ葛藤があるんだろうなって感じはあります。喜びの方に向かっていきたいと思いながら、その喜びが本当に合ってるのかをなかなか信じられないみたいなね感じですけど、でもどんなことだっていいって感じがするんですよね。新しいものが始まるから。そしてそこで何か重要なね感覚を感じるみたいですね。ちょっと待ってくださいね。なるほど。ですね、5月、まあ、4月はそうやってすごいなんかわあ重たい扉開くんだみたいな感じですけど、5月っていうのは全体的にすごくふわーっと舞い上がるみたいな感じのエネルギーの時なんです。でさらにチャレンジしていくとか、自分の生活整えるよっていった時に、今この生活の中で何て言うのかな、本当はいいことが起こってるんですけど、これまで自分が過ごしてきた年月で慣れ親しんでいる自分のルーティーンだったりとか時間の使い方だったりとかっていうものと、この春から起こる流れっていうのがあまりにも違いすぎて、なんか違うみたいなことを思いそうなんですね。なんかもうちょっと私は自分のペースを大事にしたいとか、もうちょっとこうしたいみたいな思いが出てきそうなんですけど、それだけ新しい扉を開いているので違って当然なのでね、その自分にとって心地いいものだけが来るわけじゃなく、いろんなことを経験できること自体がとっても豊かで、自分の人生を豊かにしてくれる要因なんだよっていうことをカードが言ってくれているような気がします。だから喜びあるんだけど、自分ではそれって喜びなのかなみたいにちょっとまだ疑ってるんですが、それは単に自分が今までこだわっていたものをに慣れ親しんでいるだけっていう感じがしたんです。で5月っていうのはもうそういう切り開くよみたいな形もあるし、とにかくその状況の中でできることを精一杯やってほしい。でも気持ち的には、これで本当に良かったのかみたいなことを考えたくなっている感じですが、これは永久に続くわけじゃないんです。この感覚はあくまでも今経験していることっていうのは未来の自分にすごく役立つことなので、それがずっとこれからこの会社でやっていきますとか、ずっとこれを一生使っていきますということではなく、5月に経験した感覚自体がその後の自分の人生を生きていく上で必要な感覚、今ここで体験しておきましょうということが起こっているので、
表面的に何か美味しいことがあるとかものすごい称賛されるとかそういうことじゃないんですね。なのでどのようなこと、意外と地味かもしれません。6月って日常に焦点が当たっているので、でも今これを経験したことがむちゃくちゃ大事なんですよね。例えばですけど、まあすごい私の話で申し訳ないんですけど、私自由業じゃないですか。そしたら別に毎日どこかでお勤めするわけじゃないんですけど、私もかつてはお勤めしていたことがあり、もう朝9時から夕方5時までとか6時までとか、わあ残業って毎日あるんだとか、そういうのを経験してるっていうことが、今はその生活はしないけど、その時その経験をしたっていうことが今の自分にすごく役に立ってるわけです。今更それしますかって絶対しないから、その時経験するとよかったってことになるんですね。でもそれを経験することで、わあ私すごい事務職向かないわとか、すごいこういうの無理だみたいなことを分かったのが宝物っていうことなので、この春特に5月に経験したことっていうのは、実はものすごい恩恵の中にいるんだけど、ご本人は感情的にあんまり満たされていないかもしれません。でもそれを分かった上でね、じゃあ今の状況で感じられることを全部感じておこうってしていただくと、ものすごく将来に役に立ちますから。そして6月っていうのはものすごく人の優しさをね受け取る月ですね。伊手座の皆さんにとっては、もともと6月はとってもこう殻を破ってね喜びを感じるっていう1ヶ月なんですけれども、人間関係もすごい豊かなんですけど、特にそれが伊手座の皆さんは人間関係でも大恩恵があるっていう感じなので、5月はって言っててもその中で知り合った人とのコネクションでまた次6月につながるとか、いい話を聞く、引き抜いてもらえるとか、そこからつながっていく未来があるなって感じがしますよ。そうですね、誰かからの声かけによってそっちに行ってみたいなみたいな、ちょっとあの予定変更したくなるような感じがあるかもしれませんね。で星で見ても契約とか人付き合いとか、どことつながっていきますかっていうものがものすごく応援されています。ものすごく応援されているので、この時こういう時っていうのは絶対何かいい関係性があるんですね。ということは、まあ普通に読んだら6月っていうのはその誰かからいいお声かけが来る、なんかプロポーズされるとか申し出を受けるみたいな、オファーを受けるって感じがあるんですけれども、なかったとしても自分からそれをやればいいですから、もし5月の状況っていうのがあまり自分にふさわしくないなと思ったら、じゃあ6月はまた違う転職活動してみるとか、違う人と関わってみるとか、そんな感じです。大丈夫ですか？そして、4月もね、例えばですが恋愛運ってすごく強い時なんですね。恋愛運強いんですけど、4月というエネルギー自体がものすごく強すぎて、その穏やかとかではないので、中には本当にこの人と一緒にやっていけるかなっていうことを考えさせられるようなことが起こったり、新しい出会いが激しく生まれたりみたいなこともあるかもしれませんね。まあでも6月には本当に落ち着いてますので、ぜひ4月5月頑張ってほしいなと思います。で気をつけることや対策としては、疑いすぎないということですね。自分はちゃんと評価されてるだろうかとか、もしくはあの人はどう思ってるだろうかとか、この仕事は自分に合ってるんだろうかという、なんかこうカテゴリー分けしたり意味付けしたりっていうことをし始めるとエンドレスになりそうな感じがあるので、適度にしてください。これもね、やっぱり自分で自分の自分で自分を縛ってるっていうカードが出ているので、すごく恵まれた中にいるんだけど、でも自分ではこれは違う気がするとか、もっとこうしなきゃいけないとか、もしくは自分で自分を縛った状況の中で、縛られた状況の中で動きたいんだって言ってるかもしれないので、じゃあ外せばいいじゃないですかっていうところで、どんな思考で自分を縛ってるのかっていうのも気をつけてみるようにしてください。難しいかな、それ自分で見るのって。でも感じる感覚っていうのはすごくあるので、4月5月でね、もし自分が何か不満を感じたら、それってなんでこんな不満を感じてるんだろうか、もう何が前提となってる自分の信念なんだろうかということを思ってもいいかもしれないですね。例えばですよ、恋愛とかでもこういうパートナーとの関わりが欲しいんだって思ってたとして、でも全然相手はそういうふうにしてくれないって不満がある、
ってなったら、実際は恋愛運があるから関わってる人がいるんですけども、自分の思い通りの恋愛とはこういうものなんだという前提があったんだということに気づくみたいな感じです。でそれを気づいた上で公平な目でその状況を捉えた時にご自身がどう感じるかっていうのが全てですから、うん、でオラクル一番大事なものはペンタクルスのページの逆位置ということなので、まだまだゆっくりとゆっくりと少しずつ価値っていうのが見えてくるよっていうことなので、何かこの春にバーンってもう状況が全部一変するようなすごい喜びが、まあこれでもかというふうに来るっていうわけではなくて、ご自身で一つずつ一歩ずつ自分の価値や喜びっていうのを見つけていくんだよっていうふうに言われていると思いました。で非常に感性もナイーブになっている時なので、ナイーブになっている時ってね、もう純粋な分かりやすい喜びが欲しいですよね。だけどそうではなく、あらゆる状況の中で自分が一番何を求めているのか、それを経験するっていうこと自体が本当の豊かさなんだよっていうことで、まあ、6月にははっきり分かると思うんですよ。でも5月もすごい華やかというか活性してるから、いろんなことを経験してほしいなと思います。4月もね、扉開くわけですから、重たい扉開いた後の景色楽しんでほしいなって感じです。はい、そんな感じかな。最後にね、もう一枚ちょっとオラクルカードを引いてみたいと思います。この春の伊手座さんのメッセージはこれかな。おお、シャーマニックヒーラーということで、かっこいいカードが出てきました。このカードをじーっと見て、そして感じることがあれば、それもメッセージなので皆さん自身で感じてみてください。もしこんなことを感じましたという方いらっしゃったら、ぜひコメントで教えていただけると嬉しいです。このカードってね、クリーニングとかアチューメントって書いてあるんですけども、そうですね、何かの自分のその考えっていうのをもう浄化して、そして新しいところに同調していくっていうんですか、そんな感じがします。でそれをサポートしてくれてるヒーラーがいるよっていうことなので、見守られてるって感じですね、これは。うん、はい、こんな感じかな。ということで、何かしらもし参考になりましたっていう方は、ぜひいいねボタンやチャンネル登録がまだの方は、ぜひチャンネル登録もお待ちしております。ではまた次回お会いしましょう。ぜひいい時間をお過ごしください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。